こんにちは。今日は BTS の SUGA と3代目 JSOULBROTHERS の登坂宏臣さんの2人の相性について占いをしてみます。というのもこんな記事を見かけたからです。 BTS の SUGA が3代目登坂宏臣の新曲 YOU をプロデュース、豪華コラボに高まる期待ということですね。この曲は2021年10月15日にすでにもうリリースされていまして、早速すごい結果を残しています。世界40地域の iTunes トップソングチャートで1位を記録していることですね。また他のチャートでも日本国内だけでも1位1位と目覚ましい記録を相次いで残しているっていうことです。これは私の勝手な想像なんですけれども、 SUGA は相当いろいろな人からプロデュースしてくださいですとか、私の曲を作ってくださいと、相当な数のそのようなお願いをされていると思うんですね。世界各国からあると思います。しかしあえてというか、わざわざ日本のこの登坂宏臣さんを選んでプロデュースをしたっていうことは、何かしらこの方に惹かれるものがあったっていうことだと思うんですね。たとえお金が良いですとか、何かしら条件が良いっていうことがあったとしても、ここまで人気者の SUGA がこの人を選んでプロデュースをしたっていうことは、この方に対しての何かしらの思いですとか、光るもの、いいな、この人いいな、ぜひプロデュースしたい、そういうふうに思うものがあったはずだと思いました。それなので今回この2人を占ってみたんですけれども、占ってみた結果が、ああやはりと、やはりこの2人は縁がある、 SUGA が選んだだけあると、そんな風に勝手ながら思いました。その結果について今回詳しく話していきたいと思います。まずこの2人は性格や資質が似ている面が結構あります。なので気が合うなという風に思うことが多いはずです。基本的に SUGA は自分と似たような価値観を持っている人に強く惹かれるっていうところがあって、この登坂宏臣さんが似たようなところがあると、自分と似ているなっていうふうに思い、親しくなりたいなと思ったはずです。そしてもちろん宏臣さんの方も SUGA に対して親しくなりたいと、そんなふうに思って徐々に近づいていった、そんな感じですね。また SUGA は宏臣さんの良いところを最大限に引き出せるような資質を持ってるんですね。SUGA が頑張れば頑張るほど、登坂さんはその期待に応えようと思ってますます頑張るという、そういう良い循環になっています。 SUGA は誰に対してもこのような感情を抱くわけではなくて、登坂さんだから肩入れして頑張ろうと、この人のためにいい曲を作りたいと心から思ったはずです。やはり人間っていうのは相手との自然な化学反応でそのように思ってしまう相手っていうのがいるんですね。いくらお金を払ってもらおうと、条件が良かろうと、心からこの人のためにいい曲を作ってあげたい、この人をサポートしたいって思える人と思えない人っていうのが正直出てくると思いますが、この2人の場合は SUGA が登坂さんに対してこの人のために頑張りたいと、そういうふうに非常に思ってるわけですね。おそらく周りの人たちが羨ましいなと思うほどにサポートをしたと思います。 SUGA の方が登坂さんに対して非常に肩入れしてサポートしたと言えると思うんですね。周りの人がこんなに登坂さんのために SUGA が、この世界の BTS の SUGA が頑張ってくれていると羨ましく思うほどだったと思います。またそれに対して登坂さんも非常に素直なんですね。素直に SUGA のアドバイスに従っていたはずです。そしてめきめきと自分の実力を発揮して素晴らしい状況を作っていったと言えると思います。ただ注意しないといけないのは、 SUGA のあまりにもサポートしたいという気持ちや肩入れしたいという気持ちが過剰すぎて、サポートしすぎっていう風になるくらいに登坂さんに対して一生懸命になっていたと思います。まあこれぐらい自分が頑張りたいと、この人のためにいい曲を作りたいと思う相手ではないと、
今のシュガの状況ではプロデュースはしませんよね。またこれは無意識なんですけれども、シュガは登坂さんの人生に大きな影響を与えている相手と言えると思います。今回のこのコラボによって登坂さんはいい影響が与えられたと思います。無意識なんですけれども、お互い無意識ですが、登坂さんの人生にシュガちゃんはいい影響を与えたと。このコラボによって何かしら自分の音楽やそういうものに対しての価値観が変わったり、考え方が良い方向に大きく変わると、そういう相性ですね。このようにとても良い相性で、だからこそこのコラボが実現したと言えるんですけれども、じゃあこの2人が同じグループにいれば仲良しなのかっていうと、ちょっとそこは難しいと思います。なぜかというと、2人とも気があって似ている気質があるからこそ反発もしやすいです。ライバル視もしやすいです。なのでずっと四六時中一緒にいると、グループのメンバーとして一緒にいるとあまり良くないというか、ここまでの良い関係性にはなっていないかもしれません。ライバル心っていうのが思いっきり出てしまって、なんかこいつムカつくなとまで言ってしまう可能性すらあります。ですからこの2人はこのようにプロデューサーとプロデュースされる人という、もう完全な上下関係というか、同じような立場ではなく上下関係がはっきりしていて、たまにしか会わない関係っていうのがベストですね。もしこの2人が同じグループだった場合、非常にライバル心を燃やして逆に本当に敵意すら抱いてしまう時もあるかもしれないと、そういう風になってしまう可能性があります。どんな関係でもそうですよね。いくら仲良しでも四六時中一緒にいたり、あまりにも周りから比べられたりしていると、似ているがゆえに同族嫌悪ではないですけれども、嫌だなと思ってしまって、必要以上に敵対心を燃やすっていうところがありますからね。今回のこの大成功により、登坂さんはこのようなコメントを出しています。この結果は紛れもなく僕の力は微々たるもので、今回の楽曲のプロデューサーでもあるシュガさん、そして彼を応援しバックアップしてくださるファンの皆様の支持の結果だと思っていますということですね。非常に謙虚で素晴らしいコメントで、すごいなと思ったんですけれども、もちろん世界の BTS のシュガちゃんがプロデュースしたっていうことで、それで注目が集まったのは確かだと思いますけれども、シュガちゃんがこの人のためならば本当に心から良い曲を作りたい、作ってあげたい、サポートしたいっていうふうに思わせた登坂さんの魅力っていうのも素晴らしいと思うんですね。その素晴らしさは紛れもない事実だと思います。このようにして考えると、結局仕事というものは人と人とのつながりなんですね。人が成功を運んできてくれると。そしてその人と人とのつながりには、もともとある相性ですとか関係性っていうものが深く関わってくることがあるんだなと、そのように思いました。またこれはお知らせなんですけれども、サブチャンネルを開設しました。メインチャンネルでは言えなかったような占い動画の裏話ですとか、禁断の話、秘密の話などをサブチャンネルの方で話しています。もしよろしければそちらもぜひ覗いてみてください。説明欄にリンク先を貼っておきます。今日は以上となります。ありがとうございました。